ュージックライフ。これは何？ディオヌアウェックさんのハートブレーカーという曲です。知りません。知らない音楽って理解に時間かかる。最近ユリオさんに教えてもらった曲たちが島と橋のようなメロディー、小島とそれを渡る橋。ララ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 ラ僕の愛するディオヌ・ワーウィックってもすごいなんかロックの音楽みたいな曲やな、ね、なんかそんな感じがする。でこのディオヌ・ワーウィックにまつわる曲、僕の曲ワーウィック 77点、本当は点77やけど、77点ってことは7700年代ってこと。遊びですね。まあ僕の勝手なイメージで作ってラーララ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 ラLa la 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 la
ぶ前の曲やな。18年10月10日の曲やな。もうすぐ2年ぐらいになるのか。あと8ヶ月ぐらい。これはリストのハンガリー朝食のパクリだな。作曲なの、完璧。人間に完璧っていうのはあらゆるパターンの完璧があるんだけど、まあこれも一つの驚異的な完璧なのよ。なんかなあ、8分か、まあいや8分か関係ない、8分ぐらいやったら関係ない。お祈り地蔵って曲があるから、これがお祈り地蔵。この頃はタイトルも結構可愛いタイトルでいこうと思ってたけど、僕の思う可愛いっていうのがみんなに合わなかったし、お祈り地蔵があるでしょ、この黄色いやつ、お祈り地蔵。しない気がするけど、まあいいね、僕の間違えたイメージ。地蔵の念仏、地蔵が念仏なら唱えるわけないけど、そういう感じ。ナム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 。
DXM が効きすぎて何も考えてなかった、何も考えれなくなってた。今はもうなんか DXM に勝ってしまって神になったけど、この頃はだいぶ弱った神羅だった。うん、全部いい曲やけど今聴きたい感じじゃない。でもこれ聴きたいな。パパ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 これはイニシエの楽しみっていう曲。イニシエの楽しみ。昔は人が的を持ってそれに向かって矢を射るような野蛮な遊びもあっただろうな。いつの昔だよ。極まってるから、あの髪の毛でも整えてたらいい。これはあの見づらい、あやっぱいいわ。でもなんか心肺更新っていうところで心臓がバクバクするっていう。でもなんかいいわ。なんかもっと落ち着きたいのに、落ち着ける曲を求めてる。うん、さっきのイニシエの楽しみぐらいこうゆっくりしたテンポ、ゆっくりしてないけど僕の基準ではなんかゆっくりした感じがする。あのぐらいでもで、ここで明るいね。
明るいね。これは僕の前の職場老人ホーム特養。前の職場に僕の大好きなおばあちゃんがいたけど、明るいねって言うねんや、なんか知らんけど窓開けたり、なんちょっと認知症やねんけど、でもなんかみんな バカにしてるわけではないけど、でもちょっと子供に喋るような喋り方したり、よく知らんからその人、俺が一番関わってたというかあれしてたから知ってたけど、あのその人は結構頭がいいの、実は記憶とか飛ぶねんけど、あなたそんなこと思ってたのみたいなことがあんねん。それは今言ってる職場に関してもそうやねんけど、人って侮れんのよね、認知症がどうとか、あと障害を持ってるとか、あとバカだとか、あとは男だとか女だとか、そういうのでは人は判断できないとは、恐ろしいのよ。急にすごいことを言うから恐ろしいの、人って。明るいね。どんな曲やったの？曲でした。なんか、かっこよすぎる、かっこよすぎる気がする。なんていうか、この時は本当にさっきも似たようなこと言ってたけど、頭が空っぽになってしまってたな。今もそうっちゃそうやけどね。今もというか、今はもっとそうなのかもしれない。でもなんか僕が普通の真人間から鬼に変わる時の曲だったね、今のは。今はもうとっくに鬼に変わってるから、なんというか、未熟さがというか疑念みたいなものがなくなった。今の俺もね、いやもちろんそうよ、言わなくても分かってるよ。あーでも そう、今の俺の曲です。焼きが回ったって。Thank you.
この辺は過去に作った曲をもう一回引用してきてるというか、太陽から来る風と、何やろな、忘れた名前は、タンタンタララ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 っていう曲があって、死ぬほどかっこいい。僕はこの僕本体よりも音楽、僕の音楽の方がかっこいいの。つまり僕の精霊だということ。言いやすく、わかりやすく言えば。これは工房オルカって曲、なんか過去に作った曲をところどころポイッと入れてくる。こっからは瞑想ゾーンになる。なんて座禅を組んで、なんてこれをしてる感じ。黙想してた鳥の歌が思い出した。ほんまに思い出しただけや。この日は来た、今に来た、黒くて可愛い君たち、あなたと仲良くしたいから、この目は燃えるうちはない。傑作だと思ってるやつが一番評価がない。2個しかいいねがない。
それが焼きが回ったっていう曲でした。次はファイブトニーミドソー。これがファイブトニーです。5度です。違います。嘘です。ソラシドリマーソーのことをファイブトニーって言ってたんじゃないかな、多分。要するに 5番目の戦法。でも俺の言ってることってめちゃくちゃやから、あかんわ。ちゃんと調べないとな。今調べよう。ファイブトニーって何やろ。痛くなってきた。ファソラシドレミファだな。あー、第七戦法がソラシドやった。全然違うわ。ミクソリディアンっていうのがソラシドやった。リディアン、リディア、リディア戦法。フリディアがリファソラ。ヒポフリディア。ヒッポがフリギアやな。私は曲を作るのにめちゃくちゃつまずきながら作ってたんだけど、だから失敗したりしながらこう足くじったって。今はこう中途でバックアップを取ることとか、なんやろ、順番も間違いなくなったし、たやすくなった作曲が楽勝。だからやり方が、要するに焼きが回ったということやな。